ちです。ピピピス、動画見てくださっていつも本当にありがとうございます。今日の動画はなんとじゃーん、 GU の秋服の新作を爆買いしてまいりました。今回の GU、 ちょっと初っ端からハードル上げちゃいます。ガチやばい、超可愛いのと使えるアイテムが本当にたくさんなのと、トレンド感あるアイテムもめちゃくちゃ安くゲットしてきました。ただ今回の購入品のちょっとテーマとして、トレンド感ありすぎるものっていうよりかは、友達とか知り合いの人と服が被ったとて、OK だよねみたいな、一緒かも、どうしようっていう風にならないようなアイテムたちをちょっと選んでまいりました。これ伝わってるかな。 GU だからこそ絶対買った方がいいなっていうアイテムたちをちょっと今回は厳選して購入してまいりましたので、ぜひ期待して見ていただけるとすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。はい、ということで早速やっていきたいんですけれども、暑い、すいません、暑い、クーラーを下げさせていただきます。暑いということで、ちょっとね、 GU 紹介する前にさ、1個だけさちょっと紹介したいんだけどさ、これよ、これ前にさ、ZOZO タウンの購入品紹介かな、見てくれた子いるかな、で紹介したやつなんだけど、これスリッパ2種類サイズ買ってさ、どっちがいいかなって言ってさ、で履いてみるねって言ったやつ、これめっちゃいい。 GU と関係ないって申し訳ないんだけど、これ今まで買ったスリッパで一番良くて、一番履いてる、足の裏のフィット感がすごすぎて、あと超軽くて、部屋でずっと履いてても疲れないし、足汗も全然かかない、通気性良くて、これめっちゃ良すぎてさ、ちょっと GU 始まる前に一言だけ言わせてほしかった。これめっちゃいい。 ZOZO の購入品見てない方、ぜひチャンネル登録してそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。他にもいろんな最高な楽しい動画あるので、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。ポチポチとお願いします。ということで早速始めていきたいんですけれども、まずはみんな冒頭から気になってたよね、このメガネがめちゃくちゃ可愛いのと、トップスとボトムを紹介したいと思います。まずはメガネの商品クレジット、こちらでございます。これはね、ちょっと今回購入した理由があるので、ちょっと後ほどお伝えできればと思います。そしてトップスの商品クレジット、こちらでございます。これも GU だからこそ買うべき、そして絶対このアイテムがいいよ、いろんな GU の中からっていう理由もございますので、そちらもご紹介したいと思います。あとね、スカートの商品クレジット、こちらでございます。これはずっと買うと決めていたアイテムでございます。まずメガネですよ。メガネちょっとね、寄りで見るとこんな感じなんですけど、これは UV カット入ってるメガネなんですけど、正直 UV 目当てじゃなくって、秋になるとさ、ロンティースウェットが私着たくなるんですよ。もう秋を感じた瞬間にロンティーとスウェットが着たい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 と思った時にね、ロンティースウェットに大きめの丸メガネ、また気分になってきてます。懐かしくない？なんか結構 3,4 年前ぐらいとか、オルちゃんブームが来た時に、ジェネギャもしあったら申し訳ないんですけど、28歳で次29歳になるアラサーなんですけど、そのオルちゃんブームがあった時に、スウェットとかそういうカジュアルなスタイリングにこう丸メガネっていうのがすごくトレンドで流行ったと思うんですけど、またその気分が来てて、大きめの細い黒縁の丸メガネっていうところがすごい気分で、太い黒縁が一時期ずっと流行ってたじゃないですか。なんか太い黒縁の気分、私ちょっと終了が近づいていてなんか私は細縁でこういうカジュアルなものにつけるっていうのがすごい気分になってきてるので、スウェットに合わせてつけたくて買いました。で、私ね、自称ちょっと中眼面が長いなって、まあこれ自称で思ってるんですけど、こう縦幅が長めな丸メガネとかをかけると結構中眼面が短縮されるので、私はすごい好きなんですけど、小鼻のまあちょっと横ぐらいまであるので、これつけると中眼面が短縮されて見えて嬉しいです。で、お次ですよ。こちらスウェット、 GU からいろんなスウェットとかいろんなの出てて、なんでこれがいいかって、まず裏起毛じゃない。これね、生地をちょっと寄りで見ていただいたら分かると思うんですけど、結構テロンとした柔らかい素材で裏起毛になってないんですよね。すごく薄手なので、今年の秋さ、暑いじゃん。もうさ、去年から本当に暑い日が続いてると思うんですけれども、だからこそ涼しいけど長袖を楽しみたいっていう、今の私にぴったりの裏起毛じゃないっていうところ、その1。はい、その2、丈。これ私今回ね、 XL ってサイズを購入したんですけど、これぐらいボボッとゆるっと今年は着たイメージで、今はちょっとこのスカートにちょっとコーディネートっぽく合わせてるんですけど、本当はこれはスカートじゃなくって、ショートパンツに合わせて、夜肌寒いけどニットは着れない、厚手のスウェットもパーカーも着れないってなった時に、薄手で涼しくてシルエット可愛くて、ダル着でもちょっと外着でもいける、これなんです皆さん。しかも私 XL 買ってぴったりでしたね。首周りのこの広さとかもすごい綺麗ですし、あと袖もね、燃え袖しっかり綺麗になってるので、すごく良かった。まあちょっとね、後でその着方もちょっとご紹介したいなと思うんですけど、
ていうのが理由でした。え、お次がスカートだよね。このスカートも超可愛くてずっと買うの決めてたんだよね。こんな感じのブラウンの大きめのプリーツのスカートになっておりまして、サイズは M サイズです。全身で見るとこんな感じで、これはね、前ね GU の展示会に行かせていただいた時に絶対買うぞって決めていたものだったんだけど、マジで可愛いんだよね。細かいプリーツだと若干こう学生感みたいなのが出ちゃうっていうところが私気になってたんですけど、これぐらい太いプリーツだと割と大人っぽく着れるかなと思ったので、すっごくお気に入りだし、3色あったんですよ、カラーが。最初はまあ秋だしっていうことでブラウンを選びました。ちょっと可愛すぎるので、ちょっとトップスとボトム一コーデずつコーディネート一個一個ちょっと作っていきたいと思います。じゃあまずトップスのコーデから着ていきます。はい、コーディネートこんな感じです。なんか私服でガチでお出かけをするっていうよりかは、なんか夜飲みに行く時とか、ちょっと友達の家に泊まりに行くとか、なんかダルギーなんだけど本当にパジャマでは行かないみたいな時にこういうコーデをしたいなって思ってました。伝わるかな。ちょっと近所で歩きますみたいな、お散歩しますみたいな時のコーディネートにちょっとこのロンティースウェットは使いたいなと思ってたので、個人的にはこういう本当ラフなちょっとカジュアルヤング要素も取り入れつつ、ちょっと黒とかのね色味で締めるみたいなコーデがしたくて買いました。シューズはザラで、キャップはリルアンビションとニューエラのコラボで、キュロットなんですけど、これはリルの秋の新作で、後ろねパンツになってるんですけど、前はスカートになってて、めっちゃ可愛い。これほんとめっちゃ使える。じゃーん、可愛い。とっておきの日っていうよりかは GU で安いし、ちょっと臭い焼肉とか行っても洗えるからいいやみたいな、そういう要因でこれ私は使いたいなと思ってます。じゃあお次、さっきのプリーツスカートのコーデ組んでいきます。じゃーん、こちらコーディネートになります。めっちゃ可愛くない？どう？全体的にブラウンでまとめてみました。トップスのカーディガンはリルアンビションの秋の新作で、バッグ、パワーバッグもリルアンビション、シューズはザラで、メガネはさっき紹介した GU になります。え、めっちゃ可愛い。ちょっとミニ丈のこういうプローバーとか薄れのニットトップスとかにローファーとかで文学少女っぽい感じ、なんかちょっと図書室にいそうな可愛い女の子をイメージしてコーデ組んでみたんですけど、個人的にこの合わせがさ、めっちゃ可愛いんだけど、このハートのカーテンほんまにめっちゃ可愛くない？めっちゃスタイルよく見るんだよねこれ。本当によく作れた。これなんか下のボタンを1個開けるとウエストが劇的にギュッと細く見えて、マジこの合わせで着てほしいもんね。しかもさ、このブラウンのトーン違いが可愛いよね。トップスのさ、このハートボタンのカーデはちょっと赤みのココアっぽいブラウンで、ボトムはねちょっと黄みが強いようなねブラウンになるんですけど、この差もすっごい可愛い。しかもこれにさ、ちょっとさグレージュっぽいこのねオファーバッグを合わせたらさ、めっちゃ可愛いじゃん。っていう、なんかこれウエストも細く見えてる気がする、いつもより。いつもより細く見えてない？グー。次、お次はこちら、じゃん、こちらのスカートと靴下を紹介したいと思います。これめっちゃ当たり。まずスカートの商品クレジットこちらでございます。名作だと思います。なんか本当に買わなきゃ損ってこういうことかなって思うアイテムです。で、靴下の商品クレジットこちらでございます。これも久々に GU の靴下で当たり引いたなって印象です。まずスカートなんですけれども、これデニムのねキュロットスカートで、こんな感じで色味が超可愛くて、加工されてるブラウンのデニムになります。前から見るとねスカートで、後ろから見るとちょうどパンツになっていて、さっき紹介したリルのキュロットスカートと全く同じシルエットなんですけど、私ね GU のねバレラレックデニムのこのダメージ加工ブラウンがめっちゃ好きで持ってて、ちょっと持ってくるね。これ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 、ちょっと商品クレジット貼っておくね。これですよ、バレルレックデニムのこの同じこういうちょっと加工系のね色目のやつなんですけど、これがすごい好きで、 GU のこうダメージデニムシリーズ大好きなんだけど、これはほんま名作。形も超綺麗だし、合わなきゃ損で、生地もしっかり厚手ですし、すごいスタイルがよく見える丈感してるし、絶対どんなコーディネートにもすごく合わせやすいと思います。あ、ちなみにトップスはさっき着てたブラウンのグリーンバージョンなんですけど、色味こんな感じね。こういう深みのあるねグリーンとかに私はボトムをブラウンで合わせるのがすごく好きで、今まではグリーンにブラックとか濃いめ合わせてたんですけど、意外とこの中間色グッと持ってくると今までにないコーディネートに結構ね導いてくれるので、私はこういう合わせすごい好きなんですけど、もう一回全身で見せて、全身だとこんな感じですね。じゃあ靴
下も新しく買ったんだけど、今までは普通のこう綿とかふわっとした素材のハイソックスを購入することが多かったんだけど、これはねふわっとしてる素材っていうよりかは結構伸びが良くって、わかるかな、若干こう透け感出るようなタイツみたいな感じの素材になっているので、普通のハイソックスよりも若干大人な感じっていうのかな、ちょっとシャレっ気のあるような素材感というか見え感に多分なるような靴下だと思います。いや私この靴下さ、一か八かでさ、グレーも買ってみたんだけどね、これグレーめっちゃ良かった。この履き心地だったらグレーも可愛いと思う。え、マジで正解すぎる。しかも490円なんだ。あ、で名前がさ、シアーハイソックスってなってるんだけど、シアーと言っていいのかってぐらいそんなに透けてはないけど、言いたいことはわかるって感じ。あ、若干こうしたら透けるね。ただ普通に履いてるようにはそんなに透けないけど、シアーハイソックスって言ってる割にはそんなに透けてないけど、やっぱ透け透けすぎるの苦手だなって方とかもすごくいいと思う。私はもうちょっと透け感あっても好きかなって思うけど、まあでもすごい使えると思うし、白とグレーとブラック3色展開店頭に並んでたんだけど、私は白のね透け系の靴下履くとなんか足がちょっと膨張して見えちゃって、だから私はこうブラックとかグレーとかそういうちょっと濃いめの色味で足をきっと細く見せたいので選んでます。え、マジ可愛い。どっちも当たりすぎる。 GU の新作が今回いいアイテムばかりなんだと思う。すごいいいです。次、お次はこちら。じゃじゃん。こちらのめちゃくちゃ使えるシンプルトップスご紹介したいと思います。てか一件ね、今撮影と撮影の間にミーティングが入っててすっかり夜になりました。ちょっとね、あの夜バージョンでお送りします。トップシェンクレジットこちらでございます。これは本気の GU で結構一押ししたいのが、薄手のシンプル短丈トップスがなんかちょっと種類が豊富に出ていて、形も綺麗だし着やすして見えるのでちょっとおすすめしたい。商品寄りで見るとこんな感じなんですけど、めっちゃ形が綺麗なので、個人的にはこの首元の開き具合がすごく綺麗で、私骨格ストレートで首がちょっと太めで上半身のお肉がつきやすいような感じなんですけれども、だからこそちょっとこの首周りとか開けたいんですよ。首が短いからこそこの開き具合が本当にちょうどよくって、私今回ねこの前にボタンがこうついてるタイプの選んだんだけど、これボタンついてないタイプもあって、もうちょっとシンプルなタイプとか結構いろいろなねタイプがあったんですよ。なんだけど個人的にはボタンがちょっとついてた方がなんかちょっとあざとい感じに見えるからすごく好き、可愛いなと思った。でこれさ1枚できると結構ピッチリしてるじゃん。だからこれに例えばこうジャケットのインナーとかで着るのが私は一番いいかなと思ってて、ちょっとジャケット持ってくる。てか全身コーデ組むね。こんな感じのさ、ジャケットをね着るときに中にさただの T シャツ着るとかさ、キャミとかさってよりかはさ、若干こう1枚でも決まるけどインナーぐらい楽だよねっていう服を中に着た方が私は可愛いと思うのね。ジャケットはこのリルの秋の新作のハートがねこんな感じで生地に施されてるグレーのジャケットなんだけど、まあこういうジャケットにデニムとか合わせるときとかに、まあインナー問題あるときに着るのはすごい可愛いかなって思います。はい、こんな感じでコーディネートいかがでしょうか。シューズプラダ、バッグもプラダで、ジャケットはリル、このデニムのね帽子が超綺麗に見えるプリットデニムのリルなんですけど、こういう感じでなんかお手持ちのジャケットとかカーディガンとか何かしらのインナーで着るときに、まあただの U ネックでちょっと肌着っぽく見えるの気になるなっていう方とかは、ちょっと前にボタンがついたやつとか押してあげたらすごい可愛いんじゃないかなと思います。まあでも個人的にはこのジャケット全然なしでもこのまま、あの本当になんかまあこれもそんななんか特別な日の服っていうか、本当飲みに行ったりとか近所にちょっと散歩したりとか近所でカフェしたりとかっていう時に着る服かなと思うんだけど、まあそういう合わせが可愛いと思います。はい、ということで GU の購入品以上だって言って急にめっちゃ噛んだんだけど、はい、ということで GU の購入品以上だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。個人的には本当に当たりのものを買えたんじゃないかなと思うし、なんか本当に GU だからこそ買うべきっていうものを今回は買えたんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしていただけるとすごく嬉しいです。そしてチャンネル登録と高評価まだ押してない方ぜひよろしくお願いいたします。皆様のコメントに日々元気づけられておりますので、ぜひコメントもいただけると嬉しいです。ということで見てくれてありがとうございました。じゃあね。